ダウンタウンのまっちゃんの言葉ですね、お前はお前っていうのはこれ誰かに向かって言ったんでしょう、文脈後輩芸人なのか何なのか分かりませんけど、お前は金を見て笑いたいから仕事をしてる、俺はみんなの笑いを見たいから仕事をしてる、それが俺とお前の違いっていうのがあるんですね。これは多分その後輩芸人が誰かに向けられた言葉なんじゃないのかなと思うんですけれども、金を見て笑いたいから仕事をするのか、みんなが笑ってるのを見たいから仕事をしてるのか、お笑い芸人ですけどすごく深いですね。これはまあぶっちゃけた話、提供するものがお笑いっていうものであるだけのことなんで、それでどんな仕事でも置き換えられると思うんですよね。だから何か自分が仕事をすることでお金をもらってお金を見て喜びたいのか、自分が仕事をすることで誰かが喜んでいることが目的なのかっていうことですね。でその違いっていうのはものすごく大きいと思います。で、これをね、それはその通りやと思うんですけど、僕はいつもその落とし込むっていう時にいかに自分のことに置き換えるかという勝負やと思ってるんですけれども、これは例えばよく言う話ですけど、ディズニーランドの研修を受けてきて、うちは夢を追ってないから関係ないやと思ってしまう人が多いように、この言葉を聞いて、いやお笑い芸人はみんな笑わす仕事だからね、僕は違うっていう人いると思うんですよ。だけどどんな仕事であっても、その商品サービスが何であっても、誰かを喜ばせてるんだ、誰かの役に立ってるんだ、誰かの笑顔につながってるんだっていうふうにきちっと理解するならば、そのことでお金を儲けてお金を見て笑うんではなくて、誰かの役に立っていることで、笑えるんだっていう、全部自分のことにちゃんと置き換えられると思います。でこれは何も笑い芸人とか、夢を売る仕事とかそういうことだけじゃないので、たとえそれがなんか機械メーカーで、なんか機械の前で金型の作業をしている人であっても、ね、あるいは道路工事とかの現場で、それは分かりやすいのかな、かえってなんかこう穴を掘ってる人であっても、全部同じですね。誰かの笑顔にこれがつながってるから、自分もやってるんだって思うっていうことが、とってもその綺麗事ではなくて本当に腑に落ちた時に、働くことがとっても幸せだなというふうに思えると思いますので、自分の仕事で何か人が笑顔になってるっていう姿を常に想像するようにしてみてほしいなと思います。